皆さんこんにちは、千秋さん検体の千秋です。今日も札幌オータムフェスト2016行ってます。今日の目的はやっぱりラーメンでしょう。前回は第1期でしたけど、今回は第2期のラーメンがまた新しく出てるので、それを網羅したいと思います。新として幅広すぎ町の秋の夜のタウロモタモタウモロコのヤフルカニ紅葉。どういう意味ですか？まあカニとタウってことじゃないかな。絶対違いますよね。そこしか知らん。人気ナンバーワンはミルキーポークステーキです。まず1杯目はラーメンテッドさんの麦味噌ラーメンです。麦味噌ってのは珍しいですね。では味が気になります。ではいただきます。まずじゃあスープから。あ、本当あっさり、あっさりだけど結構ラーメンありますね。ラーメンラーメンを入れて麺に絡んで結構美味しいですね。結構あっさり。チャーシュー、チャーシューは結構柔らかいですね。普通の味噌よりもなんかあっさりしてます。なんかコクっていうのはないみたいな感じなんですけど、結構食べやすいです。ごちそうさまでした。ラーメンテッドさんの麦味噌ラーメンはなんかあっさりしてるなと思ったら結構深みあって、なんか味わい深い一杯でした。ではまだまだありますんで次行きましょう。次、はい、2杯目は龍桜さんの備長炭炙りまた焼き沖縄手作り天然甘塩仕立てラーメンです。長い炙りあれチャーシューが目の前で焼いてくれて結構ね食欲そそりますし、このスープの透明感わかります？結構暗くてわからちょっとわかりづらいかな。すごい匂いもね、すごい美味しそうな匂いする。ちょっと塩の、じゃあいただきます。沖縄好きなんですよね。じゃあいただきます。あ、でもすごいあっさりとした匂いが、あ、すごいなんかすっきりしてる。すっきりしてる。チャーシューいきます。チャーシューね、焼きたて、すごい歯ごたえ、すごいクンクン。いや、すごい肉肉しい。さすが備長炭で焼いたやつ、肉です。ごちそうさまでした。この甘味を沖縄の塩ラーメン滝川だけどね。結構あっさりしてて、これだったら毎日食べてもねいいラーメンだと思います。あと肉もね肉肉しくて美味しかったです。いや、まだまだたくさんありますね。次行こう。次、これは本気のバターコーラーメン味噌ラーメン。なんか思ったより普通の味噌ラーメンですね。なんかよく観光地では食べてるようなね、コーン入りの味噌ラーメンですね。では早速いただきます。あ、すごい濃い。あ、濃いってかな、甘い。へー、めちゃくちゃ砂糖入ってるみたい。あ、そんなに。うん、めちゃくちゃ甘い。田楽なんじゃないですか。かもしんない。似てる。麺いきます。麺ほんとザ・カポラーメンっていうチリ麺です。じゃあチャーシュー。あー、チャーシューがすごいね、柔らかいですね。やっぱコーンでしょ。トロバターコーン、トロバターコーン、多分トロはね、こっちだと思う。チャーシューコーン、コーン。あー、甘いと思う。甘い、なんか全体的に甘いわ、このラーメン。ごちそうさまでした。僕、味噌ラーメンでこんなに甘い味噌ラーメン初めて食べました。ほんとスイーツみたい。スイーツは言い過ぎじゃないかもしれない。薄いな。ね、なんかすごい
味噌ラーメンの奥深さを感じてすごいパンになっちゃいました。味噌ラーメンーまだまだありますんで次行きましょう。次カツオってそんなにガツンってくるんですかね。なんか匂い結構でもうんすごいカツオっぽい。姉さん姉さん、じゃあいただきます。あ、すげえカツオ、すげえカツオねえ、カツオすごいすごいわ。そう、ふりかけかけたみたいカツオね。そんぐらい香る。あー、あれっすか、ご飯のあれ。そうそうそう、ふりかけ、ふりかけ入れてんじゃないですかいや、さすがに。でも、結構濃厚だわ。多分動物動物入ってる。じゃあ麺もいきます。チャーシュー入った時点で全部動物入ってる気がするけど確かに。ごちそうさまでした。ラーメン黒の屋さんの通気味噌ラーメン、すごいカツオがね出てきちゃってね、僕もカツオになっちゃいました。姉さん姉さん、味噌でこんなねバリエーションあるなんて、ほんとここのねラーメンすごいですよ。ポテンシャルすごい。オータムフェスト、うん、オータムフェストいやマジごめんなさいまだまだありますんで次行きましょう。次塩ですけど、結構ね濃厚っぽいですね。白くなって楽しみです。では早速いただいていきます。あ、すごいなんか炭火の香りもしますから、なんかスープが焼き鳥をなんか入れたみたい。ごちそうさまでした。ラーメン進化堂さんの白湯ラーメン、すっごいね焼き鳥のね風味が強くて、すごい焼き鳥を食べてるような感じでした。いや、ごめんなさい、それじゃないんですけどすごく美味しかったです。会場にはまだまだたくさん美味しいものがあるんで、僕もまだまだね、食べれるんでもっと食べていきたいと思います。はい、知らん。すごいですね。ね、肉ばっかりだね。10丁目は全部肉らしいですよ。ね、すごいね。ナイス。ナイスボート。はい、おはようございます。ありがとうございます。山椒効いててね、しびれるらしいですよ。麻痺性の毒だ。はい、だいぶ。しびれは得意。うまそう。すごい、あ、すごい、しびれる、しびれる、あ、結構来た来た、ノーマン、しびれるって暮らします。あ、でかいどうもありがとうございます。でかい、でかい軽い、あれやと思ったっけ結構サイズ的にね。あー、でも熱々、熱い。スペインの情熱的な味がします。めちゃくちゃ甘い。どんな味ですか。ね、揚げたドーナツを細くして砂糖かけた感じ今回のオータムフェスト2016第2期は結構僕のラーメン感が変わりましたね。味噌ラーメンがすっごいあんなバリエーションあって美味しいって今日初めて知りました。第3期のラーメンも網羅して皆さんに伝えたいと思います。全部食べるぞ。チャキタン限定のチャキでした。皆さん動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。